ヒカキン TV Everyday。 ブニョナロ YouTube。 どうもヒカキンです。本日は僕の大好きな料理バーニャカウダを作っていきたいと思います。まあ、ほとんどの方ご存知だと思うんですが、まあ、知らない方のために一応ご説明します。バーニャカウダというのはですね、生の野菜をカットしてそれを熱々のソースにつけてシャキッと食べる料理ですね。イタリアの料理みたいです。で、僕はなぜ好きになったかというと、とある知り合いの方にイタリアンのお店に連れて行っていただいて、俺大好きなんだよね、ヒカキンも食べてごらんって言って食べたら美味しくてハマってしまいました。で、それから僕はイタリアンのお店に行くたんびに、まあ、どのイタリアンのお店に行っても必ず一番最初にまずバーニャカウダを食べてから、その他の料理に食べるようになったんですが、そのお店ごとに出てくる野菜が違うんですよ。まあ、そのお店ごとの好みとか、あとは行く季節によって旬の野菜とかが違ってきて、そこもまた面白いんですが、今回は僕が好きな野菜で、なおかつスーパーで売ってるようなよく見る野菜をチョイスしました。それがこちら、じゃじゃじゃん。まあ、必ずほとんどのお店で出てくるのが赤と黄色のパプリカ、あと人参、僕が一番好きなのは人参です。あとね、オクラ、出てこないお店もあるけど美味しいんですよ。で、あとはキュウリ、これもよく出てくるね。ズッキーニ、そして買ってから思ったんだけど大根って出てくるっけ。確かにでも出てきた店もあったはず。はい、という野菜の皆さんで本日はお送りします。さらにバーニャカウダといったらあの熱々のソース、今回の僕のチョイスはこいつです。青の洞窟。なぜ僕がこれをチョイスしたかというと、スーパーにこれしか売ってなかったから。もっといろんなソース売ってると思ったんだけどね、まだそんなにバーニャカウダって浸透してないのかなって思いました。さらにバーニャカウダと言ったら、こういうなんかちっちゃいポットに下に火がついてて、上のポットを温めて上のソースが熱くなると、あれが必要じゃないですか。ということで僕はアマゾンで買いました。うわー、ほんこりバーニャカウダポットー。アマゾンで1000円くらいでしたね。色何色があったんですけど、僕は赤買いました。おお、そう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 、ちゃんとキャンドルもついてきてる、素晴らしい。はい、まさにここにソースを入れて、で、ここに乗っけて、この中でキャンドルに火をつけて、ソースを温めて、そこに冷えた野菜をつけて食べる。まさにそれです。それじゃあ始めていきます。まずは野菜を切ります。まず野菜洗っていきましょう。はい、野菜全部ちゃんと洗いました。なんかオクラはちょっと塩をかけてまな板でジュリジュリジュリってやると毛がなくなっていいみたいなんでやります。こんな感じ、こんな感じ、かけすぎかけすぎかけすぎ、ジュリジュリジュリオくん。ちなみに野菜は直前まで冷蔵庫に入れてたんで全部キンキンに冷えてます。もうつけ麺と一緒だよね。キンキンに冷えた麺を熱々のスープにつけて食べる、それと似てる。オッケー、じゃあ切ってくぜ。冷えてるなー、人参冷えてる。あ、決まった。こんな硬いのか人参って。ああ硬って、うわ、あ、でもこんな感じだった気がする。まあ男のバーニャカウダってことでいいよね。斜め切り、あぶね、うわ、怖っ。ああ最初から難易度高いな人参は。あ、でもスティックになってきた。ああ、ああいやー、はい、次ズッキーニ。ズッキーニはね、いつもはまっすぐ切ってあったんで、ね、ちょっと斜めにしようかな、太いから。はい、結構分厚くていい気がする。ズッキーニはこんなもんでしょう。つうか量多いな、おい。キュウリ、はい、キュウリもスティックにしていこうかな。はい、ほら、なんだこれ、キュウリ簡単。切った野菜ちょっとなんか水に入れときます。特にどっかに書いてあったわけじゃないんですけど、みずみずしくなるかなと思って、あと邪魔だから。うわっ、もう満タンじゃんこれ。はい、パプリカ、パプリカちゃんいきます。はい、はい、いやよいしょ、ドン。うわ、なんか種入ってんだこれ。種入ってるとか知らなかったよ、マジだ。ほら、あ、こんな感じでいいっしょ。はい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 、はい、同じ要領で黄色パプリカも。ちなみにこの黄色の方がね、かなりでかいんですよ。うわ、すげえ種だ、ほら。ちょっと違う感じで切ろうかな、じゃあ、こっちは。遊び心満載な感じでいこう。はい。はい。こんなもんでしょ。さあ、強敵の登場だ。いくぜ。でもこれ、絶対全部使わないな。半分くらいでいいな。
あら、包丁の長さが足りない。あら、おお、美味しそう。ちょっと辛そうだけど。お得バーニャカウダー。うん、いいね。これくらいでいいよね。はい、ラストオクラ。あ、いいね、いいね、いいね。美味しそう。オクラが地味に美味しそう。おー、ネバネバしてる。あは、あは、3本切り。あは、あは。オッケー、完璧です。でですね、ちょっといいお店に行くと、あのね、お皿の上に氷がブワーって乗ってて、その上に野菜がプルルルって綺麗に並んでたりするんですよ。だから本日、買ってきました、ロックアイス。この上に並べたらゴージャスでしょ。うわ、男の並べ方でいくぜ。まあ、間違いなく全部乗らないからさ、これ乗んねー。お、なんかうまそうじゃない。ちょっとなんか色とりどりの感じがきてるよ。お、長っ、人参長っ。お、なんかすげえじゃん、それっぽいじゃん。で、あときゅうりね。お、すげえいい感じ。大根忘れてた。大根も。おお、できた。じゃじゃじゃん、ヒカキン特製男のバーニャカウダー。カウダ、これカウダ。ちょっとこれ熱湯で温めた方が熱々でいけるみたいなんで、まず温めます。はい、ちょっとソースを温めました。よし、入れますよ。あ、まあまあ量あるね、これ。お店で出てくるやつより多いわ。っていうか入れ物もちょっと大きいね、これ。いい仕事してまんねんな。あっちちちちちちち、あっつ、レトルトカレー絞ってる感じ、あっち。あ、香り結構お店っぽい、すごいやん。最後フィニッシュだぜ、ろうそくにチャッカマン。マンチャッカ、フワン。なんか旅館に来た気分だ。旅館の鍋のやつみたい。よし、はい、これであとはつけて食べるだけです。いやー、簡単。いただきます。それではまず人参から。長すぎ。うさぎの気分。でかすぎたね、これ切り方。明らかにソース超たくさんつけないと、なんか生っぽい味がする。やっぱちっちゃく細く切った方がいいね、これ。もうちょっと、はい、続きまして赤パプリカ。ちょん。うん、うん、大きくても美味しい。パプリカはね、全然大きくても美味しいわ。グツグツしてきた。ほらほら、マグマってきた。ボコンボコンって。キパプリカ、うん、みずみずしくて美味しい。大根、うん、辛くないね、グッド。キュウリ、うん、きゅうりうまい。ズッキーニ、僕はあんまズッキーニが正直好きじゃないんですけど、うん、お店と同じだ。最後にオクラ。うん、うん、オクラって生だっけ。あ、生だな、やっぱり。うん、間違ってない。うん、合ってる。半分に切った方がいいです。はい、ということで全部食べましたが、一番僕の好みなのはキュウリでした。で、後のものはもっとちっちゃく切った方が美味しいね。野菜っぽすぎて、でかすぎて。特に人参、人参は細い方が美味しいです。でもやっぱり簡単な料理だから、ほとんどお店と変わんないですね。野菜のカットの仕方次第、あとはソースの味かな。うん、まあ、僕みたいにこうやって野菜をこのためだけに買ってくると、これめちゃくちゃいっぱい余っちゃうんですよ。だからいつもの料理の余った野菜とかで作れるんじゃないかなと思いました。あとは友達とか来た時に、料理する時にみんなで食べたら、なんかいい感じなんじゃないかなとも思いました。はい、ということでバーニャカウダ、ぜひぜひお試しあれ。バイ。